準備はよろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。作品名はアレルゲンフリーです。よろしくお願いいたします。それでは、アレルゲンフリーについて、開発しましたので、その発表を行いたいと思います。ではまず、僕の自己紹介から、させてもらいますが、僕は平松義孝と申しまして、関西大学の総合情報学研究科から、今日は、やってまいりました。で、その学校なんですけど、高槻市にありまして、海抜206メートルの、ところにあります。で、なかなか景色のいいところでして、でどのくらいの高さかと、言いますと、通天閣の2倍ぐらいの高さのところに今学校があるといったようなことになっています。で、学生からは通称天空の城ラピュタとか言われながらも、そんな中で研究をしたりしています。はい。で、次ちょっと僕の趣味の話なんですけど、料理とかするのが一人暮らしなんで、好きでして、であと料理屋とかでのアルバイトとかの経験も、ありまして、そんなことがあったり、あとサイクリングとかも好きで、写真とか貼らせてもらってるんですけど、その土地土地の、郷土料理っていうのを巡ったりして、とにかく美味しいものが好きな人っていうふうに認識してもらえたらいいと思います。はい。では、実際に次アプリの紹介の話に していきたいと思います。で、今回作りました僕のアプリですが、アレルゲンフリーと言いまして、このアプリがですね、食品アレルギーを持っている人っていうのが、安心安全に楽しく外食することっていうのを、サポートしたいなと思って、作りました。で、内容としましては、自身のアレルギー情報っていうのを登録することで、メニューをスキャンしたり、店舗を検索することができるといったような内容になっています。はい。では、なぜそんなアプリを作ったのかという、裏話をちょっとしたいと思うんですけど、安心安全という、テーマから、僕が思いついた話が、友人のある話で、その友人が海外旅行に、飛行機で行ってたんですけど、その時に機内食で、食べていたその食品にピーナッツが含まれていて、そのアレルギーの発作を起こして、で、死にそうになったっていう経験があって、そんなことから結構アレルギーっていうのはあまり皆さんには広まってはないとは思うんですけど、命さえも奪ってしまうといったような、怖い側面もあるということで、で、そんなことから、僕もアレルギーを、調べてみたんですけど、このアレルギーを患っている人っていうのが、人口の日本でいうと、1から 2% って、大体少ないかなと思われると思うんですけど、よく考えると、130万人以上は、いるということになっていまして、なかなか、困っている人も日本の中では多いのかなと思っております。はい。で、実際そのアレルギーのアプリとかっていうと、すでにあるんじゃないのかなと、思われるかと思うんですけど、スーパーとかでよく売っている食品とか、裏側にちっちゃい文字で、食品の表示義務とかがあって登録はされてるんですけど、飲食店とかとなると、なかなか大手のマクドナルドさんであったりっていうふうなところでしか対応されてないというのが、現実の状況でして、聞いた話なんですけど、その友達が言ってたこととして、店に入ってみてもいざ、自分の食べるものがなかったっていうようなことも、起きると、いうことがあります。そんなことが、ありまして、僕は、アレルギー患者に特化しまして、その130万人を救うようなアプリを開発したいなと、思いまして、で、かつお店も反映するようなサービスの提案をできたらなと思って、開発に至りました。はい。では長くなりましたが、アプリの機能紹介していきたいと思います。で、こちらが実際のアプリの機能ですが、情報を登録する機能っていうのがありまして、この中で、個人のアレルギー情報っていうのを、登録してもらいます。で、また項目以外の商品っていうのも、フリーで、追加登録っていうのも可能となっております。で、他にも QR スキャン機能っていうのもついてまして、で、実際に先ほど登録した内容をもとにしまして、お店に足を運んでいただいたら、そのメニューについてある QR コードを、スキャンしてもらいまして、自身のアレルギーに合わせた結果っていうのが、簡単に即座に手に入れることができるといったような、機能になっております。で、3つ目の機能としましては、マップ検索機能っていうのをつけました。で、これは地図上の
いる、まあ、外出した時などに、まあ、自身の、まあ、お店からそのメニューを選んでもらって、まあ、そこでもまあ自身の情報に合わせた結果っていうのをまあ得ることができます。まあ、これによってまあ事前にお店に入らなくても自分の食べたいものがあるのかどうかっていうのをまあ調べることができるようになっております。はい、で実際のまあ実装の仕掛けなんですが、まあ、ちょっとここはこだわっていて、まあ、僕サーバーをいじったりするのが好きなんで自宅の家の中にサーバー環境をまあ用意しておりまして、まあ、今も起動してるんですが、まあ、そんな感じでウェブサービスとしてまあ提供していますので、まあ、端末に依存しない情報管理とかもできておりまして、まあ、今後のサービス展開などをまあ意識した設計ということで、まあ店側のデータベースの登録であったり、まあ、更新というのが、まあウェブブラウザであったり、また iPhoneなどの、まあ、他の端末でも使えるようになるかなと考えております。はい、で、ここまでのアレルギーエンフリーの、まあ、このアプリのポイントですが、まあ、検索性ということで、まあ、QR コードであったり、まあ、マップとかっていった、まあ、モバイルデバイスの、まあ、特徴であったりっていうものを、まあ、生かすことで、まあ、必要な時にユーザーさんが素早く調べることができるっていうのが、まあ着まあ、推しのポイントになります。で、まあ、他に先ほど説明したように、まあ、ウェブサービスで提供しておりますので、まあ、どこからでも最新の商品情報っていうのをまあ提供先検索できるようになっております。で、また端末に依存しないサービスの提供っていうのが、まあ、可能になっております。はい、で、まあここまで開発してきたんですけど、まあ、2、3週間ほどの実装なんで、まあ、今後のまあ課題っていうのはたくさんあると思っていまして、まあ、例えば、多言語のサポートということで、まあ、海外からの観光客も近年どんどん増えていると思うんで、まあ、そういう人たちにも対応することができればより顧客っていうのは増えるかなと思っております。で、他にもウェブブラウザからまあデータの編集っていうのが、まあ、店舗の方で自由に書き換えなどを行えることで、まあ即座にそのデータっていうのがまあユーザーの元へ反映されるっていったようになるかなと考えております。で、最後にまあ共有機能ということで、まあ、あの飲み会であったり、友達とランチとかに行った際に、まあ、幹事さんが店を決めると思うんですけど、まあ、そういった時に皆さんの情報を集めてそこから選ぶことができるといったようなまあ機能がつけると、まあ、なかなか面白くなってくるのではないかなと思って、期待はしています。はい、で、まあ、最後にですが、まあ、このアレルギーエンフリーを使うことで、まあ、僕が考えていることなんですが、まあ、今までは、食べられる、まあ、食品っていうのが、まあ、商品っていうのが置いてあるかわからないからなかなかアレルギーを持った人は外食がしづらかったりっていうのが、あります。で、また店員さんにも、まあ、いちいち訪ねて行くのっていうのはまた申し訳ないといったような、まあ、ネガティブな気持ちがあると思います。まあ、ただこのアプリを使うことで、まあ、これからっていうのが、まあ、利用者さんは、アレルギー食材が、まあ、含まれているかどうかっていうのを、まあ、お店に行く前もそうですし行ってメニューを選ぶ際にも、まあ、すぐさま調べることができるっていうふうになります。で、あと、まあ、お店側もですが、まあ、商品情報を、まあお店側のデータを登録するんですが、まあ、そうすることで、まあ、新しいお客さんっていうので、まあ、どんどんそのアレルギーを持った人っていう、まあ、新しい顧客の、まあ、増大とか獲得につながるのかなと思っています。まあ、このような感じで、まあ、僕の作ったアプリっていうのは安全安心感を、まあ、提供できるようなアプリが、できたのかなと思っております。はい、それではプレゼンは以上になります。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に参りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。ちょっと1点だけ気になったことがあるんですけれど、はい、まあ、メニューのデータとか全部オンラインで管理してるのに、はい、なぜそのメニューの QR コードを読むっていうことをなんだ機能として盛り込んだんでしょうか。あ、そうですね、そのまずこのアプリを発送した段階構想した段階ではそのお客さんがお店に行ってメニューを選んだときにそのメニューを見て一つずつ店員さんウェイト
ウェーターさんとかと話したりするっていう、まあ、その手間があったと思うんで、そこをなくすために、まあ、QR をつけておけば自動化ができるんじゃないのかなと思って、まあ、作りました。でもあの QR、はい、があるっていうことは、はい、その店のメニューって多分データベースの中にあるってことですか。あ、そうです、はい、じゃあ そのデータベースのメニュー全部その何だろう端末側に表示するってこともできる。あ、まあそうですね、地図検索であったように、まあ、メニューをそのまま出してもらってそこから選択っていうのもできますの方がなんかちょっとデジタルなのかなと。あ、そうですね、あ、なんか最初思った時がその、まあ、グループとかでお食事会とか行った時に、まあみんなで一緒にメニューを見ると思うんですけど、そういった時になんか自分だけそのアレルギーがわからないからメニューを選ぶのも大変だったりっていうのがあると思うんで、まあ、なんかそのみんなで見るっていった面でメニュー表にあっても面白いのかなと思ったりしています。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。他に質問がある方はいらっしゃいますか。面白い発表ありがとうございました。ありがとうございます。プレゼンを見ている限りですと、まあ、1個ずつのメニューを開いて、はい、そのアレルギーの成分が入っているかどうかっていうのを調べていると思うんですけども、そのアレルギーのものが入ってない料理を一覧でこう表示するっていう機能っていうのはもう追加されていると思ったらいいですか。あ、そうですね、そこまではちょっと時間がなくて実装しきれていないっていうのが、まあ、現状ですね。もしそういうのがあるとユーザーの検索の負担が多分減らせると思うので、そういう機能をぜひ追加してもらえると、ね、はい、できるといいかなと思います、はい、ありがとうございます。他に質問がある方はいらっしゃいますか。では質疑応答の時間を区切らせていただきます。以上で平松義隆さんの発表を終了いたします。ありがとうございました。